はい、皆さんこんにちは。セクレットガーデンのティッティです。はい、今日はですね、ちょっとね、もうワクワクしてるんで、花がね、大した花がさ、今映ってないと思うんですけど、もうちょっとワクワクしちゃって、もうね、実はね、花が終わりに近づいてるんですけどね、撮ってみました。そうそう、よいしょ、これですね。こっちはね、まだ開花途中なんですけど、これ何がね、ちょっとワクワクしてるかっていうと、実はね、先日、白いバビアナを、紹介したと思うんですけど、実はね、その白いバビアナ、アルバだったっぽいです。その鉢の中でもう一株だけ咲いたんですよ。で、それが、この今見えてるやつで、これね、色持ってるんですよね。普通のバビアナっぽいです。これね、ちょっとやばいかなと思って撮ったんですよね。前回ね、もしかしたらワンチャンアルバかもしんないなんて言ってたんですけど、アルバで確定じゃないかな。今期ね、このね、鉢の中の、株は、これともう一つその白いのが咲いたんですよ。白いのは最初に咲いてしまって、今もう全部花が散って終わってしまってるんですね。なんで、今の状態でね、写真で撮ることはできないんですけど、後でね、写真で、まあでも、後でね、別の、動画をね、見ていただければわかると思います。SP015、15番で紹介してる、SP15 番で紹介してるね、個体なんですけど、白いね、個体を、紹介してるんですね。それがなんと、アルバだったっていうね、はい。もうびっくりですよ、自分も。このね、鉢の中の、株でね、何株かあるのか、それとも一株しかないのか、まずそれはわからないですね。鉢に植わってるのはね、それこそ10株以上は、鉢に植わってるんですけど、今季咲いたのがたったの2株なんですよね。ですんで、1株はアルバが咲いて、1株は普通の、一般的なバビアナの色彩のものが咲いてるんですね。ですんで、まあ、混じってここで止まってしまっていいのかっていうところなんですけど、今ね、葉っぱもそれからね、しつらいの方法もなんかもね、そっくりなんで、多分その白い個体とそれから今見えてる普通の色彩のものは同一種であろうっていうことが、分かりますね。ただアルバだったと、ちょっとびっくりです。もうね、あと何個体かね、来年あたり咲いていただけるとね、本当に嬉しいと思うんですけどね、アルバ同士でちょっとかけて、そのね、種をね、取ってアルバが咲いてくれればね、本当にありがたいなと思ってるんですよね。一応ね、セルフはしてあるんですね、アルバで。まあその、なんていうのかな、まさかアルバだと思ってなかったんで、咲いたらね、一応花粉付けしてはいるんですよ。ですんで、そうですね、種子が乗っかってくれればね、アルバのセルフってことになるんで、まあちょっとね、巻いてみようかなと思いますけど、もう本当にね、びっくりです。アルバが咲きましたね。はい、うちで初めてじゃないかな。でね、自分は全部知ってるわけじゃないんですけど、そのアルバで、こう、すごいなと思うのを、なんていうんですか、外国のサイトとか見てて、回ってて、いくつか知ってるんですけど、バビアナじゃなくて、ゲイストリーザで、ゲイストリーザのラディアンスが、アルバがあって、白と赤のね、すごい綺麗な、写真が載ってるのと、それから、グラジオラスでアラートスがアルバがあるんですね。白いアラートスなんですけど、それもね、もう写真で見てびっくりしましたね。さらに、なんとゲイストリーザのエウリスティグマにアルバがあるんですよ。それもね、見た時ね、写真 見た時にびっくりしましたね。うわ、アルバがあると思って。だからまあ、その現地にはね、やっぱりその突然変異って言えばいいのかな、そういうね、色が抜けたアルバがあるんでしょうけど、うちでね、咲いてくれるなんてね、本当にびっくりです。まあぜひね、これはね、一般的な色彩を持ったやつなんで、ぜひね、SP015 として紹介しているページを、自分のその
一覧から見つけていただいて見ていただければと思うんですけど、真っ白なんですよ。薄い紫色を含んだ本当に美しい種類なんで、ぜひぜひね、見ていただきたいと思います。アルバで紹介してはいないんですよ。 SP015 で紹介してるんですけどね、アルバだったっていうことで今紹介します。はいね、本当にもうこうやって考えるとね、やっぱりこう種をこうなんていうんですか、まいて、でやっぱ楽しみが増えるっていうかね、そういうなんか出会いもあるんで、本当にね面白いなと思いますね。はい、今日はですね、ちょっとバビアナだったんですけど、種類じゃなくてねアルバだったっていうことで、そのアルバの報告をしたくて、配信しました。動画撮りました。またね別の動画で皆さんとお会いできることを楽しみに待ってます。それじゃあバイバイ。